では今日も卒業式のニュースからお伝えします。今日は米沢工業、米沢中央、沖玉農業で卒業式が行われました。米沢工業からお伝えします。今年の卒業生は機械生産類81人、電気情報類30人、建設環境類62人の合わせて173人です。卒業証書の授与では佐藤雄二校長からクラス代表の5人に卒業証書が手渡されました。卒業証書、建設環境類建築コースの課程を卒業したことを証します。山形県立米沢工業高等学校長佐藤雄二。皆さんの目の前に佐藤校長は、迷う時や壁にぶち当たることがあるでしょう。そんな時でも本校で学んだ3年間で積み重ねた経験の中に問題を解決できる糸口が必ずあります。自信を持って歩みを続けてくださいと花向けの言葉を送りました。卒業生を代表して戸谷康介さんが3年間の高校生活を振り返りながら次のように述べました。時には失敗し怒られることも苦しい思いをすることも何度もありました。失敗をすることはその一瞬は恥ずかしいけれども、失敗を受け入れずに過ちを繰り返すことの方がもっと恥ずかしいことだと痛感しました。経験を重ねて得た成功は自信となり、失敗は反省を生むことでより良い成功を生むきっかけになりました。最後に全員で校歌を斉唱し、高校生活の思い出を胸にそれぞれの進路に向けて新たな一歩を踏み出していました。続いて米沢中央高校です。今年度の卒業生は特別進学コース62人、総合コース187人の合わせて249人で、教職員や保護者が温かい拍手を送る中、堂々と入場しました。卒業証書授与では担任の先生から名前が呼ばれた後、栗原博俊校長から各クラスの代表7人に卒業証書が手渡されました。栗原校長は、皆さんの前途洋々たる人生をこの学校で学んだことを忘れずに勇気を持って歩んでくださいと激励の言葉を送りました。また卒業生を代表して阿波野孝也さんがコロナ禍で制約が多かった高校生活を振り返り次のように述べました。そんな環境に負けず、自分に負けず、最後まで戦い抜いた私たちは決してかわいそうな世代などではありません。私たちが苦悩の中突き進んできた3年間は誇るべき3年間です。米沢中央高校で過ごした日々と、その日々を共に歩んだ私たちの奇跡は私の誇りです。最後に卒業生全員が保護者の方を向き感謝の気持ちを伝えました。18年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に沖玉農業高校の卒業式です。
今日、門出の日を迎えたのは、生物生産課15人、園芸福祉課11人、食料環境課23人の合わせて49人です。卒業証書の授与では、各クラスの担任の先生から一人一人の名前が呼ばれた後、各科の代表生徒3人が登壇し、卒業証書を受け取りました。鈴木道明校長は次のようにお祝いの言葉を送りました。皆さんから学んだ山形県立沖田場農業高校は、その名前が県から与えられたものではなく、沖田場地区の産業を支えていくという決意のもと、当時の生徒、教職員、同窓生、地域の住民が結束して自ら勝ち取ったものです。その先人の心意気はこれからも皆さんをしっかりと支え続けます。その力を背中に感じ、迷わず進んでほしい。卒業生を代表して食料環境課3年の佐藤風磨さんが答辞を述べました。3年間共に学んできた卒業生の皆さん、皆さんのおかげでとても楽しい学校生活を送ることができました。私にとって皆さんと過ごしたこの3年間は一番の宝物です。卒業後はそれぞれの道に進むこととなりますが、日野で共に学んだ質実剛健、誠実明瞭、実践奉仕の精神を胸に刻み、これからも期待していただけるよう努力していきましょう。この後、卒業生たちは吹奏楽部の演奏と在校生や保護者からの温かい拍手に包まれる中、思い出の詰まった学び屋を後にしました。続いての話題です。川西町内の小学校給食で今日、町内産のタラの芽が提供され、児童たちが一足早い春の味覚を味わいました。タラの芽の提供は、町内産農産物の消費拡大と食育を推進しようと、産業振興課と JA で組織する川西町園芸振興協議会が3年前から行っているものです。今年は今月1日から3回に分けて、町内すべての小学校の給食でハウス栽培されたタラの芽合わせて1078本が提供されることになっています。今日は犬川賞、中群賞、玉庭賞の3校で提供され、このうち犬川小の1年生の教室では、給食を前に産業振興課の職員がタラの芽の特徴や収穫方法などについて説明しました。実際に収穫前のタラの芽を見た児童たちは、トゲの多さに驚いた様子で、説明を聞きながら収穫の大変さなどについて学んでいました。給食ではちらし寿司などのひな祭りメニューと一緒に、タラの芽が天ぷらとして提供されました。今回初めてタラの芽を食べるという児童がほとんどでしたが、一口一口噛みしめながら春の味覚を味わっていました。少し苦かったけど美味しかったです。初めて知ったっていうことあった？トゲが入ってることです。お家ではどういう料理で食べますか？天ぷら。天ぷら。一番好きなタラの芽料理は？天ぷら。天ぷら。今月6日月曜日には、大塚賞と吉島賞でタラの芽が提供されることになっています。南陽市教育委員会は、小木小学校と中川小学校、それぞれの統合年度を決定したことを発表しました。南陽市教育委員会では、平成29年度から吉野地区と中川地区で、子どもたちの教育環境の在り方について話し合う教育を語る会を実施してきました。
保護者や地域の人たちと意見交換を重ね、ここで出された意見を踏まえて、今年1月に開催した総合教育会議で、子どもたちの教育環境の整備に関する南陽市の方針を決定したということです。市の方針によりますと、小城小は令和6年度に宮内小と統合し、令和6年4月から小城小の児童は宮内小に通学することになりました。小城小の来年度の児童数は、新入学児童1人を含む11人の見込みで、来年度をもって休校となります。一方、中川小は令和7年度に赤湯小と統合することが決まりました。中川小の児童たちは、令和7年4月から赤湯小に通学することになります。来年度の中川小の児童数は、新入学児童4人を含む26人の見込みで、中川小は令和6年度をもって休校となります。では次です。米沢市の米沢松川ライオンズクラブは、このほどウクライナ避難民への募金活動に協力してくれたスーパー木村中央店に感謝状を送りました。米沢松川ライオンズクラブの横山翔子会長など4人が木村中央店を訪れ、横山会長から平井健二店長に感謝状が手渡されました。米沢松川ライオンズクラブでは、ウクライナ避難民を支援しようと、ロシアのウクライナ侵攻が開始された翌月の去年3月には、道の駅米沢で街頭募金活動を行う一方、木村中央店に募金箱の設置を要請しました。募金箱には、この日までに買い物客から善意の錠剤およそ15万円が寄せられ、国際ライオンズクラブの財団を通じて、ポーランドに避難しているウクライナ避難民に送られたということです。またこの日はトルコ・シリア大地震の被災者を支援しようと、引き続き募金箱を設置してもらうことになり、募金箱が平井店長に手渡されました。木村中央店様にはウクライナの避難民に対しての募金活動をしていただきました。引き続き米沢松川ライオンズクラブとしましては、トルコ・シリア大地震の被災者の方への募金活動を行っております。今後も木村中央店様に募金箱を置かせていただきます。ぜひ市民の皆様にもトルコ・シリア大地震の被災者の方への募金活動にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。